どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました、ひっそりと。今回はドラマの話いきたいと思います。90年代はですね、よく見てましたドラマ、本当に欠かさずね、主題歌とかも気になってたんですけど、今回はですね、彼女たちの時代というドラマです。はい、思い出しました。あ、これ見てたなと思って。ただし、内容あんまり覚えてないっていう感じのドラマです。はい。なんかまずね、キャストに惹かれたかな。深津絵里、水野美紀、中山忍。はい。見る前は中山忍さんって方、知らなかったんですけど、見てからすごく、好きな女優さんになりましたね。そっからはね、いわゆるゴールデンタイムのドラマとかにあんまり出てないんですけど、まずすごく綺麗。はい、中山忍さんね。で、なんか、おっとり系で。はい、優しそうな感じで、すごく今も全然好きなんですけど、今も全然変わんないんじゃないかなって、顔とかね、女優ですからあれなんですけど、とにかくその女性3人が主役みたいな感じで、一番の主役は深津絵里なんですけど、でもともと僕水野美紀めっちゃ好きだし、で深津絵里はもう好きなんですよ。その見た目っていうよりも演技がすごい好きで、これはもうこの3人が揃ってるっていうだけで、何か喪失するような感じなんですけども、覚えてないんですけど細かくは、でも面白かったなーっていう感じですね。その時代、社会っていうその逆行みたいなのに立ち向かっていく女子みたいな、大人の女っていう感じ、その OL だったと思うんですけど、それがすごく共感でもないですけど、なんかこれから1999年ですから、僕高3高2ぐらいなんですよ。これから大人になる自分が描くこの社会のこう一かけらをこう見せられてるような、そんな感覚だったかなっていう感じで、見てました。はい。なので、すごく知ってる人はコメントなどくれたらなと思います。すごく好きだったっていうのは覚えてます。はい。でね、ちょっと調べたんですよ、ネットでね。そしたらタイトルがね、全部疑問系なんですよね。はい。人を信じれますかとか、なんかそういうタイトル、それもなんかね、面白いですよね。全ての全12話までありましたけど、何々ですかみたいな、うん、最終回ハッピーエンドって何ですかだったかな、うん、とかね、こう疑問、こう投げかけ、それに対しての、答えみたいなものをこう物語で出してくれてるのかなと思います。はい。主題歌がニーナね、ジュリマリのユキが外人さんと組んだやつ、外人さんで名前覚えてないんですけど、ニーナのハッピートモローで、あれもすごく良かったなっていう印象があります。はい。彼女たちの時代、見れたらまた見返そうかなって思っております。というわけで、短いですけども、今回はこれで終わりです。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。